はい、おめでとうございます。日米通算200勝ね、ダルビッシュ有投手、はいね、今日達成しました。はい、もうなんかね、当たり前の出来事のような感じでしたけども、本人は相変わらずかっこよかったね。かっこよかったですよ。俺がその歴代のベストナインでね、うん、ピッチャー部門で、うん、じゃあ誰かって聞かれた時に、うん、やっぱダルビッシュって言ってたんだよね、もう前から、はい、でもいや本当にそうだと思うし、うん、年を取ってもね、はい、いろんな工夫をしながらそこに到達していく姿っていうのが、うん、なんかすごくこう勉強にもなるし、なんか美しさを感じるかなって。いや、65歳の豊かさめちゃめちゃ刺激受けてますから。まあまあそうだね。ねえ、やっぱりそれだけのね、人間性と、うんうん、やっぱりこう200勝達成するだけのね、素晴らしい大投手ということで、まあやっぱりね、考えがね、うん、なんかこう伝わってくるというかさ、なんかそんな感じがするし、で、なんていうの、先行で始まったんだけど、今日アトランタだったからね、はい、最初にすぐ3点を取ってくれた、はい、まあこれもなんか、ダルのこう人間性がもたらした点かなっていうぐらいに、うん、こう感じたんだよね。なんかね、試合後のインタビューで、うん、選手たちは自分が200勝だっていうことなんて知らないと思いますけどみたいなコメントがあったんですけど、うん、まあさらっと ね、うん、だけどまあそんなことを言いつつも、うん、もう本当今日ね、スコアから言っても9対1でパドレスが圧勝ということ で、はい、でダルビッシュ投手の成績というと7回2安打無失点、はい、なんと9奪三振ということで大好投だったんですけれども、うん、あのね、9奪三振の中にね、うん、まあ、最初はね、スライダー多め、変化球多めでいったんだけど、はい、途中からはやっぱ高めのフォーシームを使い出したよね。 ね、ありますね。で、高めのフォーシームを見せながら、まあ、三振も取り、うん、でそれをこう印象づいたなっていうふうに思ったら、そこから縦割れのカーブを使い出すんだよね、うんうん、だからね、もう多彩だというのと、うん、やっぱりよく考えられてるなっていうことが、はい、すごく分かったしね、うんうん、まあ、それと、まあ、ピッチクロックがあるじゃない、はい、で早く投げなきゃいけない、はい、まあ、そういうことも自分を有利に使ってるね。なるほど。だから間を変えてんのよ、あのピッチクロックの中でも、まあ、その時間に伴って投げてみたり、その時間を有効に、時間を見ながら有効に長く持ったり、だからピッチャーってピッチクロックがあるから早く投げなきゃいけない、うん、その間の取り方っていうのはもう一定になってるんだよね、大体、うん、だけどそのダルはそうじゃなくて、その早く投げてみたり、うん、その時間を有効に長く持ったりとかして、うん、バッターの間を変えてるんだよ、タイミングを、うん、だからここら辺がやっぱすごい頭がいいなと思ったね。もう細かいところにまでね、いろいろと織り込まれてますね。いや、織り込まれてるんだよ、考えが。そうだ ね、 ね。で、今日省エネで言ってたと思うんだよね、うん、あんまり無駄球を使わずに、はい、で7回、うん、まあ、まだ投げ切って、はい、でまあ、大量点もあってね、うん、まあ、ピッチャーパッと変わったんだけども、はい、まあ、だけど明日、うん、ダブルヘッダーなんだよね。ああ、そうでしたね、うん、はい、だからそのことも他のピッチャーブルペン陣のことも考えて、うん、でしっかりやっぱマウンドに上がってるんだよ。それも素晴らしいですよね。やっぱね、まあ、できるっていうのは本当に力があるっていうことなんだけどもさ、うん、だけどやっぱそういう思いがね、あるっていうのがやっぱ素晴らしいなということは感じたね、うん、もうやっぱりこうね、どの選手からしても、特に日本からアメリカに行ってプレーをしてる選手にとってみては、うん、ダルビッシュ投手はもうね、お兄さん、または誰かはお父さんって言ってましたけど、まあ、兄貴であり、ね、まあ本当に父だよね。自分のことだけじゃなくて、うん、こう他のね、ことにまできちんと目を配り、いや、ね、気を配り、いや、今でも相当数やっぱこう相談事とかアドバイスを求めることはたくさんあると思うけども、うん、まあ、やっぱこうしっかりねやってくれるから、そういう人たちが集まってくるんであって、うん、俺も聞きたいぐらいだよ。
いろいろね。いろいろね。ちょっとこう痩せ方とかさ。たまにダルに聞きたいなって言ってるのは本心でしょう。まあそれは本心だよね。ねえ、うん、いやだからまあ最後のねインタビューでもさ、うん、まあ NHK さんも、ね、うん、大谷の、ね、大谷君の放送を飛ばしても、この200章をね、放送していただいたと、うん、だから早く決めなきゃいけないっていうふうに、うん、まあ、思ってましたっていうユーモアも交えて、ね、話をしてたけども、はい、やっぱそういうところまでねユーモアも聞いて、まあちょっとそこは爆笑したんだけど、うん、そんなこと気にするんだと 思いながら、でも心がねこういろいろ神経が行き渡ってるよね。多分ね、いろんなもう余裕っていう一言で言うとあれなんですけど、うん、心身ともにこうちょっと余裕というかね、うん、あれが自分の中で作られてるものなんでしょうね。まあそうだね、うん、まあ、それとその200勝に対してっていう、まあ、質問に対してね、うん、まあ、やっぱりこう入団時からいろんな人にお世話になったと、日本ハムの時代からですよね。そうだね。でメジャーに渡っても、うん、まあ、いろんな人にお世話になってきて、うん、まあ、その人たちに感謝を述べてたけども、はい、やっぱこう、まあ、一昨年ね、YouTube に出てもらって人となりをねちょっとインタビューした時に、やっぱ感謝という言葉、うん、人に感謝とか自分がマウンドに登れるだけでの感謝とか、うん、1球投げれるだけの感謝とか、うん、まあ、いろんなところにやっぱ感謝の気持ちが、まあ、彼はあるね、うんうん、だからなんか本当に年々表情が豊かになり、うん、なんかこう優しくなってきて、そうですね、な人としてどん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 大きくなり、まあ、成長を遂げてるなっていうようなね、うん、まあそんな感じがするんだよね、うんうん、だからやっぱこう素晴らしい投手だなっていう、うん、だから投げてるだけでは素晴らしくなくて、うん、やっぱそれに人間性が伴って初めてやっぱ一流だし素晴らしいというふうに言われるというかね、うん、まあそういう本当に自他共に認めるなんかもう本当に一流のプレイヤーかなっていうふうに思うよね、うん、ねもうなんか野球をやってない人でもダルビッシュ投手の名前はみんな知ってるっていうぐらいね、とても日本でも大スターですけれども、まあそうだね、やっぱり199勝目の時にねなるべく早く200勝達成して気が楽になりたいっていうのも多分本音だったと思うんですけど、まあそうだねダグアウトが出てくる時に、うん、まあ3点取ってくれた、うん、でも表情が崩れないんだよね、うん、あやったみたいな、うん、そんなことじゃなくて、ね、やっぱり自分がマウンドに行くことにものすごく集中もしてたし、うん、おそらく緊張もしてたと思うんだよね、うん、でしまいには今回ちょっと1日延長というかね、そうだよスライド登板になってたんでね、いやだからちょっと難しかったとは思うけども、うん、なかなかそのアメリカでスライド登板ってないと思うんだけどもね、うん、はい、まあ、だけどそれをね立派にこなして、まあ、次の日のダブルヘッダーまで考えてマウンドに登ってたっていうのがね、まあ素晴らしいなっていうふうには思うけどもね、本当ですね、まあ今年もそのアメリカ行った時にカンバインティーチャーも入れてくれてインタビューとかにね、いやもうどうぞどうぞ入ってくださいみたいな、もう本当厳しいから、もう本当豊さんとカメラマンあとスタッフのね合計3人しか入れないって言われて、まあね、遠くからでも見れたからよかったと思って表で待ってたら ねダルビッシュ投手がもうね、いや奥さん来てるんだって入れてあげてくださいよ、そうそう言ってくださって、もう本当にどんだけ嬉しかったか、ね、まあそうだね、今まで最近で一番早く走りましたよ、そうだよな、いやだから本当になんていうの、まあその日本でねインタビューした時は、うん、まあ WBC の時だったんで本当大変な時期にね、まあ、うん、でもそのある程度緊張しながらね、うん、緊張感を持ちながら話してくれたし、うん、で今年アメリカ行った時はまあ施設内でね俺を見つけたのかどうか知らないけど、なんか大きな体を小さくして横をスーッとね通り抜けようとする、なんかいたずらっぽいダルとかがいたりとかしてね、全く違った表情でしたね大阪の時とは ね、うん、それと松井が入ってね、はい、パドレスにね、うん、もう弟分のように、うん、もう可愛がったりだとか、ロッカー隣って言ってましたね、そうだね、うん、アドバイスを送ったりだとか、その松井に聞いたら話を、うんうん、いやもう本当ダルさんがいるんで本当に心強いですって言ってたねえ、まあ本当にですよ
まあ、日本人のメジャーのね、まあ、中心かもわからないけども、うん、いやパドレスの中でもね、うん、やっぱもう立派なその先発の柱だし、うん、まあ、チームの中心となってね、うん、やっぱダルビッシュがいるとやっぱいろんなことが相談できるだろうなって、他のね外国人も、うん、話とか弾むだろうなっていうふうにも言ってたし、うん、ね、対戦相手もね違うチームだっても対戦するときはね、こう談笑してる姿って、ね、まあそうだね、ありますもんね、うん、だから、まあ、その裏でこの大谷がね、大谷選手が、うん、自身2度目の、うん、サヨナラヒットを打ってるし、移籍後初でね、いやだからね、うん、本当に日本人が活躍するっていうのが本当ですよ、まあ、本当楽しみでしょうがないんだけども、ね、今日本当に改めてじっくり見たけども、うん、まあやっぱりこう味があるピッチングするなっていうふうに思うね、うん、そしてもう何よりかっこいい、かっこいいで勉強になるわ、やっぱ彼の所作とか ね考え方がなんかこう伝わるというかさ、うん、伝わってくるっていうのがね、なんかすごく見てても心地よかったなっていうふうに思います。そうですね、はい、もう日本では93勝、うん、アメリカに行って107勝、ね、日米通算200勝達成ということで ね、これは日本人メジャーリーガーで3人目、そうだね、黒田投手、はい、野茂投手、はい、これそれぞれ203勝、201勝で、ダルビッシュ投手が200勝ということで、うん、これまあ記録は抜いていくと思うけど ね、そんな気がしますね、うん、まあ、それとやっぱこう、まあ、約束した、はい、なんていうの、メジャーの監督を目指してね、いやいや頑張ってほしいと思うよ本当にね。そしてゆくゆくは日本に帰ってきて、まあ日本に帰ってきて、うん、監督とかね、 GM、 まあ GM とかして、まあ本当に彼が球界を支えていってくれるような人になってくるとね、うん、まあもちろんそういうもの資格ももちろん持ってると思うけども、はい、本当にそれが現実になってくるとね、うん、まあ野球界も多少変わってくるかなっていうようなね、まあそのぐらい僕は期待してるし、ね、彼に夢を持ってるよね、うん、はい、まあね、監督の姿は本当見たいですが、そうだね、この後のね、うん、201勝目、2勝目、3勝目っていう風になっていく姿もまだまだ大期待なのでね、うん、まあそうだね、ね、楽しみですよね、うん、まあまあいろんな勉強をね、うん、彼だったら重ねると思うから、はい、だからこれからもね、まあ、どんなピッチングを見せてくれるか、はい、まあ、楽しみにしてるし、はい、将来の夢は僕は託してるから勝手におじさんに託してる、いや勝手にその姿をやっぱり見たいのよまあね、うん、豊さんの夢ね、そうだから期待してますよ、監督の夢も含めてね、本当ですよね、はい、今日はねもう本当に、うん、口頭で4勝目、今季4勝目、日米通算200勝達成ということで、はいはい、ね、おめでとうございました、はい、はい、帽子も似合ってるでしょうか、似合ってるということにしましょう、はい、はい、おめでとう、おめでとうございます。